食べ物食べるから汚さないようにね。はい、行きますよ、行きますよ。入り口はね、見える、あそこに。いやフレックスブルーゲートってなんかあそこから入れるみたいです。はい、カレンです。はい、今回はねちょっと前のフリマの動画の続きになるんですけれども、はい、LA フェア、はい、食べ物とかなんかいろいろあるのかな。お祭りです。お祭り、すごい大きなお祭りがあるので、それにちょっとね食べに行く、歩きに行きたいと思います。お散歩食べ歩き動画となります。何食べるかな、多分肉とかが多いと思うんですけど、 B さんが好きだねそういうのね。はい、私はお酒が飲みたいのでお酒ゲットしに行きます。ではね、お楽しみください。さっきチケットとかね購入して来たんだけれども、え、結構すごくない？なんかディズニーランドのめっちゃ広いバージョンみたいな感じじゃない？なんか私たち全然期待しないで来て、入場料もかかると全然知らなくてきたんだけど、え、すごいよ、美味しそうじゃん、超肉がやばい、やばくない？もう全然サイズが違うんだけど、めっちゃ美味しそうなレモネードでも書いてある。ホットドッグで、これやばいじゃん、絶対美味しいじゃん。店員さんめっちゃ可愛い、ワクワクさんみたいな服着てるんだけど、ワクワクさん知ってる？ワクワクさん知らないの？あれワクワクさんの服だよ、もう。なんか竜がついてるんだけど、ほんとディズニーみたい、ディズニーの食事強化バージョンみたいな。なんか観覧車みたいなのもあるし、子供も遊べるね。これお父さんお母さんの味方じゃん。地図をもらったんですけれども、9月中5月の5日から29までやってます。週末は来ますね。そうだね。で、なんかライブとかもやってるみたいで、ご飯だけじゃなくていろんなグッズ持ってますよって。ディズニーランドか、ディズニーだわ、やべえな。待って待って、協賛がいっぱいある。いろんなセクションあるな、すごいね、ディズニーランドだ。これはいいわ、家族連れに。はい、私たち今地図見てんだけど全然わかんない場所が、ブルーゲートから来てた。今こう行ってこうだから、ここら辺かな、あっちも全然奥まであるよ、これやばい。お姉さんいる、すごい、ゼニガメ、ゼニガメ、ゼニガメ抱えてるよ。何ここ何抱えて帰れるの？あ、いろいろある。あ、やばい、かわいい子踊ってる、かわいい。かわいいね、体が悪いもの食べたくなってきたわ。チードスのさ、なんかうわご飯かわいいさ、やばい色好きだよね。結構中入ってるね、すっごい入ってるこれ、具が超入ってる、すごい。わ、孫悟空のポンチョ、孫悟空だわ、オッケー。もうマリオもあるんだけど、マリオだ、マリオポンチョ、え、すごい、すごいよ、キノコワルドもあるじゃん。こっちもたくさんあるの、なんかほんとアニメ系が人気だよね。ほら、こっちの店とかさ、アニメで。こっちすごいわ。こっちはまだまだある。同じやつがいろんな歌詞にある。西と南みたいな。さっきもあったじゃん、ね、ワクワクさんみたいな。何歌詞かあるんだよ。こっちの方に似合ってない？わわわわ、やばいよ。めっちゃモンスターハンター。ビールです、手作りや。あっ、ちょっとあるよ。何があるの？メジャー IPA だ。あじゃあこれ 8% だって、 IPA 8% ある。やばくない？私ビールの中で一番 IPA が好き。どうですか？うまい、めっちゃうまい、うまいわ。ビール美味しい。なんか上にゴンドラでなんかやばくない？なんかスキーのあのリフトみたい、リフト。お祭りのスケールが違うね。てかさ、アメリカでさ歩いてお酒飲めないじゃん、外で。そうだね。だからここ入場料高くてもみんな来るんだよ。あ、歩き、酒歩き、またやばいよ、また温泉。ゴンドラやべえな、ね。
で、あの後ろのゴンドラなんかすごい勢いに回ってたよ、さっき見えた、なんかもう投げるかのように回ってたよ。あの秋田のお祭りとはもう違うよね。違うね。しかもさ、ビールいくらだったっけ？ビールいくら？2000円これ。2000円。でもドラフトだもん。2000円っすか。あれ美味しそうだね。ね。こっちもいろいろある。ここら辺はちょっと奥だよね。匂いが良くない？ライドロブスター系。どれ？ライドロブスターティー、あれうまそう、うまそうじゃん。あのターキーレッグがやば、また見える、すごいんだよね。ソーセージがでかい、やばい、見て、あっち奥にもめっちゃある。あれはもうほんとモンハンだよ。何あれ、キャンディーファクトリーだって、見える？てかさ、アジア人カップル誰も見てないんだけど。さっきからさ、グリガメすごい大きいの、あれか、あそこだ、あそこ、ちょっと見に行こうよ。これがアメリカの屋台、あーあるね、上まで行く、すごい。 All right, get ready. Shoot the water in the hole. First one to go to the top. Ready? Good. Fire! 動いてくれそうなっちゃう。え、めちゃめちゃくない？なんかやばいクマいるんだけど、見える？あのクマが目光ってる、めっちゃ回ってる。これ結構激しくない？これ怖いんだけど、怖い。なんかこれもやばくない？ファクトリーって全然やばくない？ワッフルのポテトにあのフォークのリブですかね。Bさんリブが大好きなんで、ここで食べようかなと思います。B さんどうなの？ここにする？あ、ここね、ちょっと高いな、33ドル。Thank you. Enjoy. Thank you. Thank you. ちょっと待って。ちょっと待ってね、取りますよ。はい。そこで焼いてるよ。ああ、はい。そう、一度落とないようにね。点数取った。すごいよ、それ衛生的でよくない？ああ、そう、こういうのが好き。ああ、私たちそういうの大好き。血液症やろ。めっちゃ飛んでるわ。あー、じゃあまだビール残ってる、食べよう。あのバーベキューソースと下に入ってんだね、チーズが入って、肉が、この肉が美味しいんだよ。アメリカスタイルの私肉苦手なんだけど、これは骨は食べれないけど、このね、この裂いてる感じのやつは食べれる。肉は骨から、うん、取れる。マジ？めっちゃうまい、このアメリカ。めっちゃうまそう。アメリカのバーベキュー。私食べれないけど美味しいんだろうね。めちゃくちゃうまい。ほらほら。わあ、すごい。骨から取れる。わあ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 。やばいよ。わお。4枚で5ドル。で、このやつは6枚だったから。7.5 ドル。これがアメリカでよくあるゲームだよね、屋台射撃や、こうなんかよっパンパンパンってうわぁ、みんなよく食べに行く、ピンクホットドッグや、ホットドッグ、これ絶対縮まるでしょ、これ縮まるから食べれない。あ、だってもう高血圧とかこれコレステロール、本当にさ、糖尿病とか心配
そうだよ、成人病気をつけないと、成人病。ゴンドラがここに着くんだ。これ？これ？そうそう。え、ニューヨークだって。ニューヨーク？ニューヨーク関係ないよ。ニューヨーク関係ないよ。なんかみんな結構カウボーイハットかぶってんだけど、ここで購入してんのかな？ちょっと B さんは早いかな。今やってない。日中にやってんのかな。豚のレースです。あ、でも後ろなんか動いてるよ、豚が。小豚動いてるよ。やるのかな。あ、動いてる動いてる動いてる。小豚がいるよ、なんか後ろの方に。すごい、なんかあっちの方はさ、ライブやってるよね。やってるよね。あ、小豚いるわ。ある。あ、小豚いる。わあ、かわいい。ダチョウだよ、ダチョウ。ほら、ダチョウ、ダチョウ。おかか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 。ダチョウ。鶏肉？ニワトリ？あ、ニワトリ上にあるよ。ニワトリ上にある。え、めっちゃでけえな。チキンです。本当にいるの？いるよ。見えないよ。いるよ、見えない。チキンファームです。これニワトリがいっぱい。いるよ。これがね、シュプリームだね。餌をばらまくっていうボックスロゴっていう。餌をばらまく。大好きなボート。スニーカーのボートじゃないよ。スニーカーのボートじゃないです。わ、すごいかわいい。ママ、え、お尻かわいい。あ、ハチだって。ハチ。 B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 。 わお、すごい。 B さん、牛見た時ある？実際見たことない。やばいよ。もうもうもう、かわいい。臭いんだけど。なんで臭いとか言うの、かわいそう。それは、あ、かわいいよ。真っ黒くて、ちょっとかわいそう。なんかもう牛肉食べれないかもしれない。なんでそういうこと言うの？ B なんだろう。私さ、こういうので食べれなくなったね、一時期。かわいい。最近アメリカ来てからちょっと良くなったけど。すごい大きい牛ちゃんいるよ、見て。わ、かわいい。食べてる？寝てる？すごいよ。あれね、絞られてるの？すごいね。これ飲める？わからない。すごいね。一番絞る。アイスクリーム屋さんでアフターズってあるんだけど、これ他にもあってね。そう。まさかここにも。ホットドッグに、ホットドッグじゃない。ホットドッグじゃない。ドーナツに。うん、アイスクリーム。そう、めっちゃね、美味しいの。見てわかる？もう犯罪的な美味しさなんですよ。さっきのボートとか動物とかなんですけども、カルポリがね、あのドネーションした。うん、ありがとう。ドネーションした。はい、動物たちらしいです。結構子供連れにおすすめですね。ここで遊んで、大人はまあ子供連れながらお散歩と。めっちゃいいね。コンサートもあるし、最高ですね。これキングタコ？キングいるよ、キング。上に？うわー、キングいました。上がるよ、多分。わ、かわいい。あ、こんな感じなんだ。子供にいいんだよね。でも、ディズニーみたい。ダンボじゃなくてジャンボ。そうだね。結構上行くやん。あ、結構上だね。B さん、どうですか？いや、チケットの価値はある？チケット私たち1人15ドルプラス、まあ手数料で。まあね、感じだったけど、駐車代とかも入れて。ああ、50ドルだね。2人チケットに駐車代で50の価値はあります。あります。あります。おー、よかった。夜でもこうめっちゃ人いるわ。なんかこれやっぱ美味しそうね。体に悪いよ。
味のさ、ディープフライだって絶対うまいよ。やべえやんか。いつもとは違う内容で長くなりましたが、ご視聴ありがとうございました。またね、バーイ。